この番組は内山安藤のちょっと立ち話ナイト e-wave の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話ナイト。皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤瑞希です。この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人が e-wave を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。はい、ちょっと立ち話しないと、なんと第20回が始まりました。素晴らしい、20だ20。懐かしいな20。それハロプロさんの話ですかね。モーニング娘。の話でした。変わんねえな最初からすごいね、第20回。素晴らしい。だんだんこう歴史が刻まれていくんですね、こうやって。でもそんな歴史に刻まれるような話はしてないよね。確かに全部さ、全20回やったけどさ、内容をさ、うん、こう詰めたらさ、多分さ、うん、同人誌ぐらいのこう厚みなんだろうね、多分まだ同人誌までいかないか、なんかちょっと ねちょっとした資料ぐらいペラッペラッペラだよね、もうね。まだちょっとわらばんしレベルだよね。ホッチキスで止められるレベルか、まだ。いやー、でもね、いいですよ、それが私たちのアイデンティティですから。そこはそう別に箱押しオフセットをね目指してるわけじゃないんで、別にわらばんしコピ本で全然大丈夫なんで。そうコスパがいいでおなじみの我々そうまあでもその前回話した生放送だったりとかね、うん、そのあんちゃんがあの一時創作だったりだとか、うんうんうん、結構ね、でも言うてね、うん、あんちゃんのおかげでこう盛りだくさんではあるんですよ。いやー、どうかな、え、どうかな中で始めるだけ始めて何にもやってなくないみたいな感じになっちゃうからさ、うんうんうん、ごめんね。いやでもさ、あるじゃん、やっぱさ、そういうのはさ、うん、なんていうの、なんかその、うん、こんなことしたい、ああいうことがしたいっていうさ、想像がいっぱいあるけど、それが実際に作品の1個のね、ね、作品になるってことってさ、うん、100ぐらい作って1個になるかみたいな方もいたりするじゃないですか。まあね、そうね、そうだからそれは皆さんこうちょっと長い目で見るというか過度な期待をね、あんまりしないでいただけると嬉しいな。まあ、同人誌だからしょうがないよね。同人誌ってこの、モチベーション次第だから、こっちの。そう、その辺はね、まあ、そんな感じなんだなってね。うん。温かく見守ってくれたら嬉しいですね。そうですね。これからも。お願いします。うん、お願いします。じゃあ、この後も引き続き、はい。いつも通りの私たちのフリートークをお送りします。よろしくお願いします。今回は何のことについてお話をするんですか、あんちゃん。まあ一応ね、こう20回くらいやってるじゃないですか。はい。まあ私はやりたいことをやってるんで、うん、まあ充実してる感はあるんですけど、うん、どうですかね、内山さん。はい。ありますか。やってよかったなって感じしてます。やってよかったな、この立ちないよってこと。そう、初めてよかったこととか。初めてよかったこと。え、でも、まず、私は、うん、毎日楽しいんで。毎日楽しい。ハッピーじゃん。毎日楽しいっていうのは、だからその365日の私生活とかそういうことじゃなくて、うん、その、立ち内に関わってる部分で、私は楽しいことしかないので、それこそ、もうね、ちょこちょこ言ってるから、皆さんもご存知かと思いますけど、その、そういう作業的な部分は私本当に一切、やってなくて、本当にただただ喋ってるだけの人間なんで、ただただ喋ってるだけのやつだから、もう楽しいしかないですよ。毎週話すのめんどくさいんだけどとか思ってるかなって。うん、
ない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 。ネガティブ発動しちゃう。そうそうそう。いや、でも、やりたいことで言うと、それこそ、年末の生配信は、もう完全に私のわがままだし、なんかまたやりたいな、それこそね、ツイッター見た方はわかるかもしれないですけど、私がね、またやりたいなっていうのを実現してくれたし、なんか話したい内容あるって聞いてくれるし、あんちゃんが。だからね、嬉しいですよ。こうやって話ができる機会が定期的にあるし、で、かつ、私が喋りたいことを喋っても、こう、ちゃんと聞いてくれる。どういうことだよ。いや、だから、引かないでっていうか、なんて言うんですか？そう、受け入れてくれる、受け入れ体制が整ってるっていう。そう、あとね、一番大きいのは、甘えさせてくれる？ん？甘やかしてくれる？甘えていいよっていう雰囲気出してくれる。なんていうの？よくわかんないけど、まあまあまあ、ニュアンスは伝わるわ。あ、伝わる？うん、多分ね、これ、周りのその立ち直りプロジェクトを聞いてくれてるお友達とか、うん、この、近しい人たちとかに、うん、割とこう、すっぽいみたいな。うんうんうん、素の内山司に近いよねっていう話を、うん、よく聞くんですよ。うん。何でしょうかね。こう、一つのさ、まあ、会社に例えてさ、会社に入社しました。うん。で、こう、最初は新人だからさ、みんな先輩ですよ。でも、うん、2年、3年、5年、10年って、そこに居続ければ、うん、その10年分の新しい人たちが来るわけじゃないですか。そうすると、どうするかっていうと、いつまでも末っ子ではいられないから、お姉さんにならなきゃいけないじゃないですか。で、別にその立場が私は嫌いとか苦痛だとかって言ってる話じゃないんですよ。だけど、うん、まあ、現実家族の構成としても私お姉ちゃんなんで、基本的にこう、うん、お姉ちゃん出ることが多かったから、こう、うん、年上に甘えるっていうことが割と、嬉しいんですよ。うん。なんで、なんかそういう頼りになる人とかが近くにいると、うん、すぐ甘えるんですよ、私。うんうんうん、うん。そう。で、それができるのね、立ち台は。それ、あたかもさ、うん、私が年上みたいな話してる。違う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 。そういう、年齢とかそういうことじゃなくて、なんかその、なんていうの？なんか、こう、頼りになるとか、頼られるっていうことは、すごく嬉しいし、ありがたいし、なんか、うん、お、頑張ろうって思うんですけど、やっぱり、その、なんていうか、頼りになる存在、私からして。で、でも、そうやって言うとさ、うん、なんか、他のところで私は周りの人頼りないって思ってるみたいな、なんか、難しいんだけど、なんていうのかな。思わねえよ、そんなこと。思わない？あ、そう？なんか、だから、なんですかね、なんか、自分よりもさ、だからあんちゃんが、その、うん、周りを固めてくれるから、うん、その、作る上でね、立ち直りプロジェクトを作る上で、うん、なんか、やりたいことあったら言って、とか、うん、こうするから、じゃあこうしてね、とかっていうのとか、言ってくれるじゃないですか。うん、そう。だから、頼りになるなっていう存在に甘えられるっていう、この状況はとっても嬉しいですっていう話。めっちゃ周りくどく喋ったけど、結局はそういう話。あんちゃんはどうですか？変わったこととかある？まあ、変わったっていうか、その、うん、生きる上においてさ、別に創作ってさ、ちょっと重い話になったぞ、これ。ねえ、それ、生きる上でっていうのは枕言葉が適応もだったんだけど、びっくりしちゃった。びっくりしちゃったよ。まあ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 、はいはい、別にさ、何も作らなくてもいいわけじゃん。うん、世の中にたくさんはびこってるし、まあ、自分が作り出さなくても生きていける世の中ではあるって話だね。そう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 。うんうん、だってなんなら別にエンタメはなくても生きられるわけでしょ、人によっては。まあ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 。俺らは無理だけどな。そう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 。それはだからあれでしょ、酸素と水ととかっていう話じゃなくってって話でしょ、うん、そう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 。ああ、はい、わかるわかるわかる。で、それでさらに自分が作るってなると、もっと別に必要性ってないんだけど、うん、まあ自分が何かを始めたことによって、うん、こう、物足りないな、それだけだと。じゃあ、例えばラジオだけだと物足りないな。違うこともやってみようかな、みたいな気持ちになって、うんうんうん、違うものに手を出し始める。で、それがまた楽しいって思えるとか、うんうんうん、新たな発見だったりとか、うん、より一層、あ、自分はこういうの作りたいんだっていう、この創作欲が逆に湧いたっていうのは、はい、いいのかもしれない。
うんうんうん、うん。だから、平凡に生きてたら平凡に生きられるじゃん、そのままね。まあ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 。まあ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 、まあ。だけど、そこであえて、この、立ちないという自分が企画してしまったものが生まれたことで、何かやらなきゃの気持ちから、まあちょっとより、うん、まあ実際に作ってみたらやっぱ楽しいし、っていうそのね、楽しみを得たっていうのは、大きいなって思うし、うん、時間が足りないから、うん、私はゲームがしたいけど時間が足りないです。何の話で終わった今。何の着地点。いや、難しいなって。だから自分で作ってんのも楽しいけど、でも普通にやっぱインプットとしてさ、単純にただ楽しみたいものもあるけど、ね、時間が足りねえな、みたいな気持ちになるから。この世の人生は時間が足りないらしいですよ。真理。まあね、ある時間をね、有効活用してっていうのは難しいですよね。うん、あれもこれもやりたいこといっぱいあるから。まあなんかそうやって考えると、うん、こんなしょうもない15分のラジオを聞いてくださってる皆さんの、なんてありがたいんだろうという話ですよ。いや、ほんとだよ。あなたの貴重な15分ないし16分ないし、うん、ごく稀にもっとたくさん、たまには6時間みたいなさ。うん本当に付き合っていただいて ね嬉しいですよね。本当にね、ありがたいことですよ、うん。ありがたいことですよ。それこそね、やってる側がコスパいいって今更だけど頭に話したら、うん、コスパがいいってね、本末転倒だよね。言ってる側がそれ言うんかみたいな。うちらコスパいいねっつって。それ聞いてる側が言うやつじゃないの。ひどいな。いやー、まあ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 、うん。仮にこれ、まあ、同人活動だからさ、作り手も、うん、読む側も、もう同等ですから、うん、いいのよ、そんなんで。うん、ああ、ほんと？うん。よかった。気軽にね、すべてを気軽にやっていこう。うん。そうだね、なんかそんな存在でありたいよね、なんかその、うん、なんかさ、生活、みんなの生活をさ、うん、こう、大改善させる気もないしさ、うん、なんかこう、心の拠り所にとかもさ、そんな大それたことは思わないけどさ、うんなんかこう、ちょっと暇だなって時にさ、うん、こう、一回でもふっとこう、こう、頬が緩む瞬間があればいいなぐらいの気持ちで、おりますからね。いやー、素晴らしい。いいですね。やっぱそんくらいがちょうどいいよ。そうそうそう。じゃあそんな感じのスタンスでこれからもやっていくということでよろしいでしょうかね。よろしいと思います。じゃあ、これからもお願いし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。内山安藤のちょっと立ち話ナイト。内山安藤のちょっと立ち話ナイト、エンディングのお時間です。はい、この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いてほしい話、そういえばさでは私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけどでは書く。やっちまった、今年の目標が立たれた。途中から行きます。頭からの方がいいか、やるぜ。はい、この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いてほしい話、そういえばさでは私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。今のミスはそのまま採用します。お便りの宛先は eWave 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言をアップ予定ですのでお楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましてはすべてツイッターの方でご案内をしていますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。というわけで第20回のちょっと立ち話しないといかがでしたか。いやー、もう一回頭からやり直したい。いやまさか2週間で。うーん、1個では言い訳をさせていただくと、今のは噛んだんじゃなくって読めなかったんですよね。各番組間のってね、ちょっと文字を大きくするの忘れちゃったんですよ。はい、じゃあ最後繋いでください。おかしいな、20回もやってるのにまだ読めないのか。しんどい。もう少し長く続けないとダメだね。ああ、おー、すごい。はーい、では本日の放送はここまで。また次回お会いしましょう。お相手は内山つかさと安藤瑞希でした。それでは皆さん、解散。さようなら。バイバーイ。この番組は内山安藤のちょっと立ち話ナイト、 eWave の提供でお送りしました。